プレーナンバー2の3ベアーズ自陣37ヤードからセカンドダウン11、攻撃権の更新には11ヤードの獲得が必要です。インターセプト、クォーターバック8番プレイアクションからロングパスを投じましたが、これを取ったのはエールズ19番。この時点で攻守交代となります。ターンオーバー、エールズファーストダウン。